まあ、いろんな批判は今回ありますけども、改めるところはしっかり改めていく、その上でしっかり4年間仕事をしていくということが、厳しいご指摘、ご批判はあるということは分かってますけども、まあ、それでもなお、その他ございますでしょうか。すみません、そこですね。私もまあ人間ですから、心苦しい気持ちとかそういったものがあります。調査にしっかり対応するなら、解散しない方が円滑に調査も進むと思うんですけど、先ほどから言ってますけど、我々から提出するものではなくて、まあ、議会側からの大きな判断、先ほど日経新聞さんのご質問の中にの問いに対してですね、まあ、これからもその改革の歩みを進めていくことが大切だと思うと、検証を前に進めていくことが大切だと思うと、これはこれまで記者会見とかですね、定期的にこの朝のぶら下がり等においても知事このようなご発言をされています。で、現実問題、明日午後不信任決議案が出るという中でも、 今ほどご発言があったみたいに改革を進めていく、検証を前に進めていくということを、まあ、決意として持たれているのであれば、それはもう辞職してしまったら、そこはもう取れない選択肢だと思うんですよね。その改革を進めていくとかですね、前に進めていくっていうようなことを今後も やっていかれるのであれば、ということを踏まえても、やっぱり何かしら知事ご自身としても何か心の中では選択肢としてはある程度方向性というか、そこら辺は決まっているのではないかなというふうに思うんですけども、その点はどうですか。そこはまだです。やはりこれは県議会から不信任決議案が明日提出されるだろうと、まあ、可能性は高いと言われてますけど、まあ、それはこれからの、まあ、明日の状況を踏まえなきゃいけないですし、まあ、そういった結果どうなったとしても、やっぱり私としてはこの重い県議会からの判断ですから、もしなればそこは私としても重く受け止めていくと、そしてそれで私がどのように判断しているかということを決めていかなきゃいけないので、まあ、それは今はそういう状況ですね。県政を進めていく、改革を進めていくというのは、知事ご自身の思いとして持たれているということですか。もちろんです、はい、やっぱり私はこの4年間の任期の中で、やはり、まあ、いろんな批判は今回ありますけども、改めるところはしっかり改めていく、その上でしっかり4年間仕事をしていくということが大事だというふうに思っています。失礼します。すみません、読売テレビの情報ライブ、ミヤネ屋西山と申します。よろしくお願いします。知事ですね、まあ、ご自身も身を切る改革で県の収入も上がっているんでしょうね。でそういった中で今回、先ほども出ました新たな選挙費用、これ通常を考えたら、まあ必要ではなかった費用がかかってくると思うんですけど、この矛盾というか、ご自身の、まあ、行動で招いたこの費用ということに関してどう思われますか。まあ、今の状況になっているということは、まあ、県民の皆さんに対してやっぱり申し訳ないというふうに思っています。まあ、私自身の批判、そして、まあ、そういったものは重く受け止めたいというふうに思っています。まあ、不信任決、私言いました通り、やはり3年前に選挙で付託を受けて、やっぱり4年間しっかり仕事をしていくということが私は大事だというふうに思っています。まあ、その上でやはりこれまでの歩み、これからの歩みをやっぱ止めたくないというふうに思ってます。まあ、そんな中で議会側からも、私はいろんな指摘や批判というものは受け止めて、それで自分が改めることを改めて、県政をやっぱ引き続き担っていくということが、私の今でも責任の果たし方だと思ってます。まあ、ただ一方で、県議会の方から、まあ、そういった不信任であったり、辞職の申し出があったということは、重く受け止めなければならないですけども、まあ、やはり県議会側からのそういった判断ですから、まあ、そこは県議会の判断は重く受け止めますけど、私としてはやはり、県政を前に進めていくということが大事だというふうに思っています。すみません。それで言いますと、まあ、県民ということを、ね、何回も繰り返しおっしゃられていたんですが、もはやです、ね、県民だけの話ではなくて、また取り沙汰されている衆院選ですけれども、これによっては知事を支えた、まあ、国政政党への影響というのも避けられないというふうに言われています。知事の行動がこれを招いていると、つながっているということに関して、知事、率直にどう思いますか。私は兵庫県知事ですから、国政ではありません。で、無所属です、はい、なので私がやるべきことは、国政政党のために何かをするということよりも、やはりこれ大事なのが、県民の皆さんにとってどういう施策が大事か、どういう仕事をすべきかということを、県民の皆さんの利益のために最大のやっぱ努力をしていく、頑張っていくということが大事だと思います。どうぞ。読売テレビの牧野です。
まあ、先ほどからこれまでも、県政を前に進めるということをおっしゃってますけれども、一方で知事のホームページからその公約が削除されたというような話がありますけれども、それは何か意図を持って削除されたのか、いつ削除されたのか、何かその事実はあるんでしょうか。選挙戦の時に公約を掲げさせていただいているというのは選挙戦中ですから掲げると思いますけども、就任した後は県政を県知事としてやっていくことになりますので、まあ、そこを一旦外しておくということは自然な判断だと思います。特に今回急に外したとかっていうのではなくて、だいぶ前に一旦外させていただいたということです。今回には関係ないです。文書が出てきたその3月以降の話ではもっと前です。はい、全く関係ありません。あとすみません、もう一点、そもそもまず明日から議会が始まるという代表時期ではあると思うんですが、もともと予定されていた定例会見をこうなくしてこういうような形で対応いただいていると思うんですけれども、その理由はどういう理由なんですか。そこは広報室が調整されてたということを伺ってます。はい、どういう理由かはご存じないですか。明日から定例会が始まるということで、まあ、やはり大きな議会側の動きもありますから、まあ、そこを踏まえて、対応したということだと思います。はい、いいです。はい、お疲れ様です。1点だけお伺いしたいんですけれども、知事は県政を前に進めたいというふうにおっしゃられていると思うんですけれども、いろんな方から納得された上で県政を前に進めるためには、こう一度職を辞されて、まあ、改めて新選に臨まれて、で再選されてというふうな形が、まあ、新たなスタートとして、まあ、いいのではないかなとも思ったりもするんですけれども、そういった点はどういうふうに考えられて、見直し点についてはどういうふうに考えられていますでしょうか。まあ、今の私の思いですね、まあ、これは不信任決議案が明日出されるという状況ではありますけども、私の思いとしてはこれまでと変わらず、やはり与えられた任期4年間をしっかり仕事をしていくという思いに変わりはありません。厳しいご指摘ご批判はあるということは分かってますけども、まあ、それでもなおそれを受け止めて、まあ、責任を私はありますけども、ただ一方で4年間の任期の中でしっかり、明日の9月補正でもあります通り、物価高騰対策とか、まあ、県民の皆さんの今暮らしをやっぱ支えるための施策をやっていくということを続けていくことが私の責任の果たし方だというのを思っています。現時点では出直し点の考えはないということは、まあ、明日の県議会の状況はありますけども、やはり私としては4年間の任期の中でしっかり仕事をしていくということが大事だというふうに思っています。そのかございますでしょうか。はい、すいません。どこですか。産経新聞の高田と申します。昨日の囲みの際に私が質問した際に、回答の中で、こういった状況の中で不安な思いもあったというふうにおっしゃってましたけど、不安な思いっていうのは何に対する不安ですか。まあ県民の皆さんに、まあ、ご心配やご不安を与えているということですし、まあ、やはり今の状況の厳しさの中で、自分自身の中で、まあ、私もまあ人間ですから、大きなご不安、ご批判をいただいている中でですね、私としてもまあ心の中で、今の状況を招いてますので、まあ、そういった中で県民の皆さんに対して、まあ、心苦しい気持ちとかそういったものがあります。あと1点簡潔に伺います。解散という選択肢を残している理由を教えてください。不信任決議案が、まあ、可決成立された後の対応としては、私としては法律の規定に基づいてこれからどういう選択をしていくかということを、まあ、しっかり判断していくということですね。調査にしっかり対応するなら解散しない方が円滑に調査も進むと思うんですけど、その上で解散という選択肢を残している理由を教えてください。今回の不信任決議案というのは先ほどから言ってますけど、我々から提出するものではなくて、まあ、議会側からの大きな判断そして選択という形になります。まあ、それが仮に成立可決した場合には、私そこはやはり私としても重く受け止めて、どういう判断選択をしていくのかというのはやっぱ考えるということになりますね。わかりました。ありがとうございます。
ラジオ関西の栗田です。昨日知事がまあ孤独だということをおっしゃってた、まあ、知事はやっぱり一人しかいませんし、やっぱり一人になりたいという時もある。それぐらい孤独なものっていうのはなんとなく我々も分かるような気がします。トップってそういうものだと思う。ただ刻々と明日という日が近づく。補正予算も大事ですが、もちろん不信任決議案これ間違いなくというふうな状況になっている中で、やはりご自身のこの先というのはお一人で決められるんですか、その気持ち変わらずですか。そうですね、私が決めます。全くそれは誰にも相談せずに、やはり知事であり政治家ですから、まあ、ここの判断というのはどの局面においてもやっぱり自分で決めるということが大事です。まあ、これまでも重要局面ってあったと思うんですね。いろいろな施策を通すとか、そういった中でもご自身はそういうふうに貫いてこられたというふうに言っていいんでしょうか。政策とか、まあ、そういった事業とかについてはやはりいろんな人たちを相談しながら、もちろん最終的には私が決めるという形になります。ただ今回の議会におけるご対応がどう可決とか成立された場合には、これは議会側としての私に対する大きなご意思ですから、まあ、そこはやっぱり私が一人でどのようにするかということを決めていくということです。はい、お一人かお二人でと思っております。はい、フリーランスの松岡さんです。斉藤さん、3年前に元彦という名前から知事を志してと、いうふうに語られて、知事選の当初は天命である、知事職が天命であるとか言ってます。でところが今、前会派から知事失格であるというふうな評価を受けて辞職を迫られている。でそれでも職にとどまるということは、ご自身にはその兵庫県知事にふさわしい、職責なり能力なり資格があるというふうにお考えなのか、それ元彦という名前にふさわしい仕事をこれからもしていけるというふうにご自身の負託を受けたとかいうそういう文句言い方ではなくて、ご自身の自己評価を聞かせてください。自分で評価をどうするかっていうのは難しいところありますけど、まあ、私としては3年前に知事に就任してこれまで、コロナ対策も含めてしっかりやってきました。で、まあ、改革含めていろいろこうやってくる中でいろんな形も出てきたということです。まあ、こういったこれまでの対応それから実績を踏まえて、私としては県知事ということをしっかり担わさせていただけるというふうに考えています。その資格はあるというふうに今でもお考えだということですね。いろんなご指摘ご批判は確かに受け止めて、私も完璧な人間ではないですけども、やっぱりそこは与えられた任期の中でしっかり仕事をしていくということが私の責任でもありますし、それをやらなきゃいけないというふうに考えています。